ペアメルテザッカー、ペアメルテザッカー、パーマルタサッカー、1984年9月29日イ、は、西ドイツハノーファー出身の元サッカー選手、元ドイツ代表、ポジションはディフェンダー、メアテスアッカーやメルテスアッカーとも表記される。サッカー指導者を務める父と、ノルディックウォーキングの指導者を務める母との間に、生まれる。 シュテファンは1994年10月31日から11月6日にかけてハノーファー96のトップチームの暫定官を務めた経験を持つ。メルテザッカーはハノーファーの南に位置するという町で育ち TSV、パッテンゼンという小さなスポーツクラブでサッカーを始めたが、父のシュテファンは息子は少年時代は特別に注目されるような選手ではなかったと評している。 1995年11歳の時にハノーファー96の下部組織に入団した。2003年にプロ契約し、同年11月1日の 1FC ケルン戦でブンデスリーガデビューをしたが、この時は右サイドバックとしての出場だった。ラルフ・ラングニック監督の下、それからしばらくは出場機会がなかったが、2004年3月に新監督が就任すると、 センターバックのレギュラーを任されるようになった。2006年8月8日、ハノーファーから 100km ほどの距離にあるベルダーブレーメンに移籍した。移籍金は470万ユーロ。2008年6月にはブレーメンとの契約を2012年6月30日まで延長した。ブレーメンではナウドやセバスティアンプリオードルと共に DF ラインのように成長した。 2008から09シーズンには国内大会の DFB ポカールと国際大会の UEFA カップ2008から09で決勝進出を果たしたが怪我の影響もあり2009年5月20日に行われた UEFA カップ決勝と同年5月30日に行われ DFB ポカール決勝は欠場した2011年8月31日 開幕から不振の続くイングランドのアーセナルに移籍金800万ポンド約9億9800万円の4年契約で移籍した。1年目はプレミアの水になじめず欠点であるスピード不足を露呈する場面が目立ち2012年2月11日に行われたサンダーランド AFC 戦において足首の人体帯を損傷したことで長期離脱を余儀なくされ 二年目の2012-13シーズンになると徐々にプレミアにも慣れていき、得意の空中戦での強さで、相手 FW を封じ込める場面が増えた。ミスの目立った首相のトーマス・フェール・メイレンに代わって、レギュラーに昇格したローラン・コシール・ニートのコンビネーションを見せ、UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。2013-14シーズンも、 コシール2位とのコンビにより安定した守備を見せ、プレミアリーグでは一時期は首位に立ったものの、マンチェスターシティ FC やリバプール FC との優勝争いに敗れ4位で、ズーンを終えたが、FA カップ決勝では、ハルシティ AFC を延長戦の末に3から2の、スコアで下し優勝に貢献した。2014年3月4日、アーセナルとの契約延長に合意した。 2016から17シーズンからはキャプテンを務め、2017年1月19日に契約期間を2018年6月末まで延長したが、膝の怪我のため長期離脱を余儀なくされた。同年5月22日に行われた、プレミアリーグ第38節のエバートン FC 戦で復帰をすると、FA カップ決勝のチェルシー FC 戦では、 守備陣に怪我人が続出したという事情から、先発出場を果たすと、相手の攻撃を抑え優勝に貢献した。クラブのアカデミーの職に就任するため、2017から18年、限りで現役を引退。アーセナルのホーム最終戦に後半途中から出場し、その試合限りでの引退となった。2004年、ドイツ代表のユルゲン・クリンスマン監督に初、招集され、 10月9日のアウェーでのイラン戦で初出場した。この時まだ19歳であり、しかもリーグ戦にわずか20試合に出場したのみだ。12月のアジア遠征では、韓国、タイと共に日本をも訪れている。以後代表レギュラーの座をつかむと、ディフェンスのようとなり、2005年の FIFA フフ、コンフェデレーションズカップでは3位入賞に貢献。この後、 クリストフ・メッツェルダーとコンビを組むようになり2006年のワールドカップドイツ大会では3位入賞に貢献した。監督がクリンスマンからヨアヒム・レーブへと引き継がれた後も欠かすことのできない選手として2008年の UEFA エウロ2008では準優勝2010年のワールドカップ南アフリカ大会では全7試合出場し3位入賞に貢献した。 南アフリカ大会後は、マッツ・フメルスと、センターバックのコンビを組むようになったが、2012年の UEFA e ロ2 0 1 2では所属クラブの、試合中に寄った足首の怪我や同ポジションを務める、ホルガー・バトシュトゥバーの台頭もあり、出場機会はなかった。2014年のワールドカップブラジル大会では、準々決勝のフランス戦を除く6試合に出場し、 グループリーグ第2戦のガーナ戦では通算100試合出場を達成。決勝のアルゼンチン戦では延長後半にメスとエジルとの交代で出場を果たし、ドイツの24年ぶり4回目の優勝に貢献した。この試合が最後の出場となり、1ヶ月後の同年8月15日に代表からの引退を表明した。メルテザッカーはドイツ代表としての11年間のキャリアにおいて、 国際 A マッチ104試合に出場し4得点を記録した。また、ワールドカップ優勝メンバーの代表からの引退は、フィリップ・ラ・アームやミロスラフ・フクローゼに続いて3人目となった。198センチメートルの長身を生かした空中戦の強さが特徴だが、身体能力だけでなくて規格な予測とポジショニングを生かした守備も得意としている。アーセナル FC のアーセン・ベンゲル監督は、 彼は豊富な経験と強さを持つ国際的な選手であり、地上においても空中においても優れていると評しているが、その一方でスピード不足の欠点を指摘されている。また、警告や退場を受けるケースが少ないクリーンな選手でもある。試合展開の予測と数少ないファールで相手を封じる。プレースタイルはベルティフォックスやユルゲンコーラーのような身体能力を最大限に活かして、 相手の攻撃を寸断するドイツ人ディフェンの典型とは異なるという。2013年6月にハンドボール選手のと結婚した。ウルリケはハンドボールドイツ女子代表として38試合に出場し2007年世界女子ハンドボール選手権では3位入賞を果たした経歴を持つ。二人は2014年の時点で二次を設けているが、長男は 結婚前の2011年4月24日に、次男は2014年5月20日に誕生している。なお、メルテザッカーは、次男の出産に立ち会うために同年に行われた201、FIFA ワールドカップの事前合宿に遅れて、参加をした。ボランティア意識が強く、ペアメルテザッカー財団を設立し、ハノーファーやドイツ国内において、社会的に恵まれない子供たちの支援を行っている。 通算、104?4? 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。